背骨折ってもドタマかき割っても平気だっていう威勢のいいの死んで客を大入りにしてくれるような映画ばっかいないからね銀ちゃん女連れてきた女よあ入れ入れあ入れったらああんたなんだなんだ元気じゃねえなお前らお前なこと運転変われえだって銀ちゃん免許持ってないでしょバカ野郎これキャデラックだぞキャデラックに免許がいるか新選組だお願いのお方逃げ止めやす新選組の罠を止めとくあほら行っちゃうぞ女にはね何よりもね止めないのかこなつよいつも一緒にいてくれる人が一番なのよ銀ちゃん一緒にいてくれないじゃない止めねえのかって聞いてんだよお前俺の背中に浮かんでる孤独のこの字が読めるのかよ読めるわよでも止めるわけにはいかないのよ後悔するでも荻正弘ですこんばんは今夜これからお楽しみいただきます蒲田行進曲これ本当に何回見直してもやっぱり大変な傑作ですねこれを制作した角川春樹さんにとってもこれはもちろん最高のプロデュースであったわけだしこういう作品をこの月曜ロードショーの新年第一弾としてお送りできる私も今夜大変幸せでございますまあ塚浩平さんがお書きになったあの原作の戯曲舞台劇これも大変な面白さだったけれどその塚さん自身が脚色を担当して深作欣二監督が演出したこの映画版これはもう本当にこの日本映画の非常に深い伝統に根ざしたところで深作さんのこの映画に対する愛情それをこの映画界でもう本当に捨て身で働いている人のこの敬意でこう表現することができたわけですねでこの日本映画のこの深い伝統って言いますのはねつまりいつもこの日の当たるところにいない人物本当に日の当たらないところでしこしこしこの下積みでいてその単に豊かでない生活を送ってるってんじゃなくていつもこの上から踏みつけられこの痛めつけられてもう憤懣をいっぱい体の中に持っていてしかしそのいじめられることによってかえってこう人間のエネルギーが出てくるというそういう人間これがまあここではあの平田満の安さんまさにここにこう象徴されているわけですねそしてもう一人ここで重要なのはこの松坂慶子が演じている小夏であってこの女性まあ本当に松坂慶子単に美しさだけではなくて彼女の演技歴の中でもこの一つの代表作をここで生み出しているそしてもう一人ここで銀ちゃんというまあ本当に人気絶頂の小沢森まあこのグループは深作監督と、まあ、最近あの上海バンスキングを生んだわけですけれどもしかしこの蒲田行進曲ではもう一つこの映画の世界というのにこう焦点が当たって単に深作監督ここでこの映画への愛情っていうのを空念仏で言ってるんじゃなくてここで展開していくこの映画の表現自体がまさに映画であるというそれをこの深作監督独特の自分の文体に完全に引き込んでここではかけているわけですねまさにそういう点では映画への参加であり人間への敬意の参加であるというまあこの蒲田行進曲存分にお楽しみいただきますあの今のラストシーンの全ては映画のセットであったというあの書き方から分かるようにここに描かれているこの撮影所人種の生態だとか撮影所風景ってこれはもう必ずしもその現実のリアルなものではありませんそれはあくまでファンタジーでありお話であるわけですしかしここでこの階段から転げ落ちるという最も無様な惨めなしかもその転落によってしか自分のアイデンティティを証明できない男そして自分の好きな男好きな女への愛情も表明できない男そしてそういう形でしかお客さんに喜んでもらえるというそこに誇りも達成できない男それを書くことによってまさにこれは現代人のリアリティを獲得しているわけですよね次回の月曜ロードショーは疑惑をお送りします富山の新港湾ふ頭に一台の車が転落した富豪の夫は死に若い妻は生き残った事故か殺人か多額の保険金をめぐる事件の背後に隠された事実とは容疑者桃井香織弁護士岩下志麻の間に激しく対立する女の情感原作松本清張監督野村義太郎の名コンビでお送りする問題の衝撃作疑惑どうぞお楽しみに1月28日はドラゴン怒りの鉄拳をお送りします1908年上海恩師の死の謎を追う一方中国憲法を守り抜くために横暴な日本柔術と命を懸けて怒りの鉄拳をお送りします